よろしければ、この美しい方に野蛮な男のキスはいかがですかもっとよく見た後なら好きなだけコケットリー、またはフラーティングは女性特有の生めかしさのこと。フランス語の国に由来する語である。社会学においては男女間の権力関係において女性が男性に提示する美体とされ、ゲオルク・ジンメルにより社会科の形式の一つとして研究され、フランスの社会学者、 ルネジラールが欲望の理論として定式化した。ジンメルは、事物の魅力は、できそうで、できないもの、手に入りそうで、手に入らぬもの、イエスか、ノーか、まだ決まっていないものの間に発生すると述べている。コケットな女性は誘惑と拒絶を同時に提示することで、所有と非所有の狭間という浮遊的な心理を与え、男性を引きつける。魅力的な肉体を持つ女性は、 性愛的関係性を求める異性愛の男性に対してエロティシズム的側面においては優位に立っており男性が彼女の肉体を欲しがれば欲しがるほど彼女の優位は強まるしかし男性が障害の大きさに尻込みして彼女から去ってしまえば彼女は男性を支配する地位を失ってしまう彼女は男性に対する優位を保つために自らを男性の所有に介さない程度において 男性の欲望をそそるような見た目や立ち居振る舞いを磨き、彼女の肉体の価値を男性に誇じしようと工夫を凝らすことになる。コケットリーはもともと女性が戦略的に利用するものであるが、男性が女性にコケットリーを強要したり、女性の意図を超えて勝手に美体を読み込んで、性的行動を求めると、セクシャルハラスメントとなる。ありがとうございます。